お掃除ポイポン。じゃあどうして抗体検査ってあるのって思いません？うん、そうですね、思いますね。そんなに正確じゃないんだったらいらなくないみたいな。わかりやすい。僕らは性病オンリーで治すぞ治すぞってやってるし。ポイポン。お掃除ポイポン。お掃除ポイポンしてるからちょっと。早いよ早いよ。お掃除ポイポンしてたよ。ポイポンだよポイポンポイポンポイポンチャンネル始まるよということで今日もやっていこうと思います。お願いします。はい、じゃあ夏子さん今日も質問を答えていくよ。はい、はじめまして。先日クラミジアの抗原検査と抗体検査をどちらもはじめまして、先日クラミジアの抗原検査と抗体検査を行いどちらも陽性でした。点滴と薬を服用して1ヶ月空けて抗体検査をしましたが、抗体検査で陰性だった場合抗原検査はしなくても大丈夫なのでしょうか。回答いただけましたら幸いです。よろしくお願いします。ということでね、いただきましたけどどうですか夏子さん。おお、これ難しくないですか。難しい。抗原検査と抗体検査っていうのが出てきました、はいね、そもそも抗原検査って何ですか。抗原検査っていうのはその菌そのものを見るっていう意味なんですよね。で抗体検査っていうのはその菌に対して人間が生体防御として抗体を出していくと、くっついてこいつが悪者だとか認識したりだとか、あとはその抗体そのものがやっつけたりとか、そういう働きがあるんだけど、その免疫の人間のその抗体のこいつを見るのが抗体検査なんですよ。なるほど、ね、でクラミジアの場合は抗原クラミジアそのものを見るのと抗体こっちを見るのと両方検査があるっていう話なんですね。でこの人はどっちも陽性だったんですよ。それで最後に抗体検査の方で陰性を確認したみたいなことが書いてあって、でじゃあどういうことかっていうとね、さらにねこれ細かい話なんだけど、抗体には IgA と IgG があるんですよ、クラミジアにはね。でおそらくその急性期、かかってる時は IgA が上がりやすい上がる傾向があると。で IgG っていうのは気管線ね、もともと1回でもかかったことがあれば上がってしまうっていう種類なんですよ。でその人たちのうち多分 IgA を見て今の感染はもうなくなったんじゃないかっていうことを言ってると思うんだけど、一番正確な、検査っていうのは、皆さんこんにちは。ただいま銀座光クリニックでは受付スタッフ、動画編集者、非常勤医師を募集しております。私たちと一緒に明るくて楽しい職場で働いてみませんか。やっぱし抗原検査なんですよね、基本的には。なので血液検査よりも、例えば膣だったら膣分泌物、女性男性だったら、おしっことか、あとは男女喉とか肛門とかってなるんだけど、そこの部位局所って僕たちは呼んでるんだけど、そこの主だった感染源となった部位の、ところから、検体を取って、それを、PCR 拡散増幅法っていうやり方でやるのが一番正確です。なんでこういうことを言うかっていうと、結構抗体検査って当てにならないことが稀にある。なるほど。そんな稀でもしばしばあるという感じなんですよ。でこういうクリニックやってると、僕らはさほら大体全部 PCR でやるじゃないですか。とかあとは抗原検査、さらに PCR の、もう一個ちょっと簡易な抗原、 PCR も抗原検査の一つなんだけど、そのうちのさらに簡易な即日検査みたいなパターンでやる人もいるんだけど、なんて言ったらいいかな、基本的には性感染症のクリニックっていうのはその抗原を 見るのが一番だと考えてやってるんですよ。じゃあどうして抗体検査ってあるのって思いません？うん、そうですね、思いますね。そんなに正確じゃないんだったらいらなくないみたいな、うん、何が抗体検査をするゆえんかっていうと、これはね不妊クリニックなんですよ。どっちかっていうと不妊治療をしましょうとかのクリニックはなんで抗体検査をするかっていうと、その抗体価ってその抗体の値が出るんだけど、その値によってその子宮の可動性、どのぐらい炎症が起こって今子宮が硬くなっちゃったのかっていうのまで調べることができるんで、だからそういうことを含めて不妊傾向にあるのか、あるいは全然子宮が柔らかくてあんま不妊っぽくないのかってことを調べるために抗体検査って結構あるんですよっていうのが一つ。あともう一個はまあやっぱり簡易的なんですよね。血液検査で全部わかるってすごくいいでしょ。そうですね、大変でしょ。こっち喉もゴロゴロゴロやらないといけないですね。膣もちゃんと分泌物取らなきゃいけない、結構大変なんだけど、こっちは非常に簡易的に血液検査で取れるのでまあやりやすいこともありますので、性感染症をちゃんと治すっていう意味ではやっぱり抗原検査がいいです。しかも PCR が一番いいんだけど、不妊治療とかね、その後になんか結びつけるその妊活をしたいとかっていう場合は抗体検査をします。わかりやすい、特にでも抗体検査で陽性が出たらやっぱり抗原検査した方がいいですよ、だし治癒確認はもう絶対抗原検査です。治癒確認を血液検査でするっていうのは本当は僕らの立場から言うとあんまり良くないです。だけどまあ不妊のクリニックだとやっぱりいつもやってる検査がやっぱり一番なんて言うんだろう、やりやすいし、大変なんですよ。だってそれだけじゃないから仕事してるの、いろんな仕事しなくちゃいけない中で性病も治していかなくちゃいけないので、僕らは性病オンリーで治すぞ治すぞってやってるし、またかかったらすぐ見つけてすぐ治すぞやってるんで、やっぱりそういう意味では抗原検査やりやすい国、特化したクリニックというのが
かね、かいろんな、クリニックの仕組みとか、あとは患者さんどういうことを目標としているのか、性病を治したいのか、不妊を解消したいのか、そういうことを含めて、クリニックを選んで、ね、検査を、依頼するといいと思います。わかりやすい、大丈夫かな、はい、そんな感じでね、僕の動画では、皆さんの質問何でも答えてますので、どんどん質問ください。あとはね、コメント欄の方にもしちょっと疑問に思ったこととか、自分の考えとか、あと性病の体験とかも何でもいいので、どんどん載せてください。全部目通してます。じゃあこんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイバイバーン、バイバイバイバーン、バイバイバイバーン。抗原と抗体、こんなところにボタンがある、押してみます。ポチ。基本的には5ハットです。でもまあもうこれポイポン、わかんない、すごくね懺悔の気持ちになっちゃって、ポイポンってもう医者してる時は男性とかじゃないんですよ、わかるでしょ。グータンヌーモの女子会みたいな話だと思うんですよ。確かに確かに。でしょ、あの、あとは自己責任だよ。いや、怖い怖い。苦しいポイポ。大丈夫だよ。ギリギリまではやった。はい、私、Twitter の DM とかでコメントしてもらったら何でも答えますよってなってます。なので、どんどんコメントください。YouTube でも、インスタでも、TikTok でも何でもいいです。というわけで、いってらっしゃい。